さて、今私がいるのはですね、輪島市の八ヶ川ダムっていう、まあこれ前回の動画ですけれども、ここからですね、今回はもう一つ行きたいところがありまして、それがですね、どこだっけな、道の駅の赤神という場所ですね。前にも一回行ったことあるんですけど、まあ動画にはしなかったと思うんですけど、まあ皆さんご存知の方いらっしゃるかもしれないんですが、元ブロガーってわかります？元ブロガー、バイクで動画撮ってる人ね。元ブロガーで、ドクオーター女子アッキーさんっていう方いらっしゃるんですけど、もう人気ですよね。まあ知らない人は、まあそっち界隈で知らない人はいないかもしれないんですけど、そのアッキーさんがですね、その道の駅赤神の公式キャラクターを描かれたということで、そのキャラクターの絵がそこにあるらしいんですね、道の駅に。まあ、なので、見に行ってこようじゃないかということですね。結構元ブログ好きで見るんですよね。マッキーさんだけじゃないんですけどね、他にもいろいろ見る人いるんですけど、バイクもね結構楽しそうではありますけどね。まあさすがに北陸なんでっていう話もまあちょくちょくしてますけれども、とりあえず行ってみましょう。海沿いなんでね、また綺麗な景色を見れると思うんで、海沿いの晴れるんじゃなかったかな、曇ってんだよな。よし、OK。県道の7号線に戻ってきました。こっちを門前方面ですねに向かって走っていきます。まあ大きい道をそのまま走っていく予定なんで、道路としてはまあそんなに相変わらず険しいところを行くっていうことはないと思います。今回はこの道はでも走るのも初めてだよな。そう、50号線ですよ。これ前回見てるかもしれないですけど、険しい方の道ねの50号線を走った時に赤神には行ったような気がするんですけど、まだ紅葉には早いよな。あ、柿だ。白山のスーパー林道じゃないや、なんだっけ、ホワイトロードか。ホワイトロードはもうすでに紅葉がね少しずつ始まってるみたいですけどね。まだだよな、来月入ってからだよね、やっぱね。門前の方かな、7号線か、そのまま行くのかな。え、あってっけ、山の中はドライブするには本当最高だよな。このカーブのこのあり具合ね。基本的にこうまっすぐな道ってあんまないんですよね。やっぱなんかくねくねしてるんですよね。なおかつ信号もないでしょ。それがいいよね。もうだらっと流して走る分にはめちゃめちゃ楽しいんですよね、能登ね。そうそう、ただね、気をつけていただかないといけないのがガソリンスタンドね。ガソリンスタンドがですね、結構もう本当幹線道路にしかないと思うんで、ガス欠にだけはね来る際はご注意されてくださいね。結構ヒヤヒヤすると思いますよ、内陸の方来ちゃうとね。結構幹線道路って海沿いを走ってるパターンが多いんで、まあ、そうでもないか、そうでもないですけどね、まあ、内陸走ってる場所もありますけど、まあ、大きい幹線道路じゃないとスタンドはもうただでさえ少ないのに入れる場所がないみたいなね、ガソリンがね、そういう可能性があるので、ま
心配であればもう手前の街中あたりで補給しといた方がいいですね。とかなんとか言ってたらガソリンスタンド出てきましたね。ちなみに目の前の道が国道の249号線かな、はいですね。なんで国道沿いになるとやっぱりこういう風にスタンドが出てくるんですけど、さっきみたいなちょっとした山の中入っちゃうと当然ですけどスタンドはないんで、お気をつけください。で249をそのまま、金沢方面に向かっていくのかな。今ここ右曲がったら寄り道パーキング7浦って書いてありましたけど、距離見たら 7.5 キロって書いてあるんで、7キロ先の寄り道パーキング表示されてもなみたいな、田舎あるあるですねこれね。イオンまで20キロみたいなね、遠くねみたいな。平和やな、何の不安もなく走れるっていうこの道。なんやろ、県道とかちょっと走りすぎてんのかな刺激が足りなくなるよねこれね。この国道とか県道ね行った時はもう、うわもう走りたくねえなみたいに思うんですけどね、いざこういう道ばっかり走ってると逆にまたああいう道走りたくなるんですよね。なんかね物足りなくなるというかね。えらい道綺麗やな、ここ。今日は晴れてると綺麗なんだろうけどな。あ、ススキね、ススキの綺麗な場所っていうのもなんか探すと意外とないんだよな。ありそうでないんですよね。ライダーを笑顔で歓迎する都市って書いてありますね。いや、ツーリングするには本当能登は楽しいと思いますけどね。いや今日は風強いな、海はしきってるわ今日は。まあこういう日もあるわな。お、出て1キロ。まあこれはこれでね、こう日本海の荒波を体感するって意味ではこれが日本海かみたいな感じかもしれないですけどね。私のお気に入りのね、あの能登島のあの辺の道とは違って海沿いをほんと横べったり走ってるって感じではないんで、あーそろそろかな。あ、来た来た来た、ここだな、ここですね。どこだ入り口は。ここか、ここだな。あーあったあった、これだ。ここにここにあんだね。ここにありますね、イラストが。よくわせ上型か、こんにゃく。よいしょ、で到着です。シフトレバーがリバースに入ります。さあということで道の駅赤神に到着しました。さっきの入り口のあそこだね。あそこのところにアッキーさんのイラストがあるみたいなんで行きましょう。一応この辺の見どころみたいなのも書いてありますね。まあ現在地はここらしいです。ここからまあ北上していくっていうルートになってるね。輪島方面に行くっていうルートの途中にまあいろいろありますせっていうのを書いてありますね。有名なのはどこだろう。泣きの砂かな。泣きの砂浜は結構有名だったりしますよね。もう3分さっき通り過ぎたとこですよね。いや風強いわ。声入ってるかどうか分かんないですけど、日本海の荒波ってやつですねこれ。こっちは輪島方面ね。風車回ってるわ。今日は茂ってるわ。でこっち行くと金沢方面になりますね。いやすごいわ、荒れてるわ。
あそこに一本なんか標示みたいなの立ってるんですけどね、灯台代わりなのかな。ここ港っぽいですからね。あれ多分明かりでしょうね。いや、しぶきがここまで来るな。すごいわ今日は。今ね、目当てでしたアッキーさんのイラストのところにライダーさんがいらっしゃってですね、今撮影ができない状態になっております。いやー綺麗だな。これ晴れてると良いよね、もっとね。はい、今道の駅赤髪になります。アッキーさんのとこやってきましたね。映ってるのは GSX じゃないんですねこれね。なんか輪島赤髪カラーになってますね、バイクが。専用モデルなんかな。前イロハラーメンって書いてあるんで、イロハラーメンさんスポンサーってことですかね。